こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました。え、そんな食材本当にあんの？信じらんないんですけど、っていうようなやつを取り寄せて自分の目で確かめてみようのコーナーでございます。今日はこちらの卵を取り寄せてみました。この卵っていうのはなんと黄身の部分が黄色くなくて真っ白だそうなのでございます。信じらんないよね。僕もそうなんです。だから今から割って確かめてみたいと思います。ではまずは普通の卵から割ってみましょう。まあ、むしろ殻の色で言ったらこっちの方が白いっていうのが不思議なんですけれども、はいはいはい、これが皆さんご存知のいつもの卵ですよね。ではいよいよこちら、見た目で言ったら殻の赤い普通の卵っていう感じですが、紛れもなく白い卵でございます。こっちとの違いはトウモロコシではなく国産米を食べさせて育てた鶏が産んだ卵ということで黄身が白いということなんですけど、マロンのオイル漬けみたいな、なんか見たことない料理に見えてくるという不思議な感覚ですね。せっかくですから目玉焼きでも作って味の違いを調べてみましょう。ほっとーんとほっとーんとなんか不思議だよね。パカーッ、綺麗に焼けてまして、なぜかこの白い卵の方がちょっと白身の部分がモコモコしてる感じがしますね。こっちの白い卵の方が一般的な卵に比べて脂質やカロリーがだいぶ少ないそうなのでヘルシーな卵だそうでございます。よいしょ、はいっと、はいっと、はいっと、よいしょ、はいっと、はいっと、いただきます。普通の目玉焼きの方から食べていきましょうかね。ケチャップつけずに一口いきましょう。いつも通りの美味しい目玉焼きで、これの下にベーコンを敷いてケチャップつけて食べたら、まあ絶品だろうな、ご飯と合うだろうなっていう味わいになってます。当たり前ですけどいつものやつです。では白い方いきましょう。そこまで大きな違いがあるかって言ったら、ないかな。ちょっとあっさりしてるかなっていうくらいのもので、どっちが美味しいとかっていう次元の話じゃないね。別にどっちも卵かな。白い方がヘルシーっていうなら白い方でいいような気もするし、物珍しさっていう感覚で美味しいっていう感じるパターンあるじゃん。例えば黄色いスイカとか初めて食べた時に普段と違うレア感があってなんかうまく感じるっていう、あのパターンあるじゃん。その感覚で白い方の卵も美味しく感じるような気もします。ちなみに一口ずつかじりますとちょっとスケベな人の顔っぽくなりますね。今さら目玉焼きのレビューをすることもないので、もうあの味と言うしかないですね。ではせっかくですから色が白いものだけでお料理でもしてみましょうかね。バター的なものをちょっと加えまして、塩コショウで、ここにちょっとマヨネーズも垂らしたりしながら、でこうですね。そしたら今度は卵を割りまして、ここに牛乳をちょっと垂らして混ぜまして、垂らします。さっきのご飯をのせます。真っ白オムライスの完成でございます。真っ白い卵焼きの中から真っ白いご飯いただきます。薄味だね、これは薄味だ。ちょっと待って、これはさすがに塩コショウを振りましょう。さらに、うん、皆さんが思ってる想像の範囲を超えるような味ではなく、本当に普通のこういう味になるよねっていう、それでしかない感じでございます。たださっきも言いましたように、これでカロリーとかがだいぶ抑えられてるのであれば、こっちを選んでみるっていう手もありなんじゃないかなと思います。それプラスみんながもう気づいてることと思いますが、ご飯と卵の量全然バランス悪いなってことですよね。さっきのご飯をのせます。ハイジーの野郎、いい年こいてオムライスもまともに作れないのかよっていう、そういう白い目では見ないって。